カチ金欠です。ヒカキン TV Everyday。 緊張してきた。ブンブンハロー YouTube。 どうもヒカキンです。タイトルにもある通りなんですが、私ヒカキン2022年8月ガチの金欠になります。単刀直入に申し上げますと、この8月人生で一番お金使います。今までもね、本当にヒカキン TV でね、こうすっごい高いものとか、これ買ったら盛り上がるんじゃないかとかね、めちゃくちゃ高いもの買ったりしてきましたけど、今回はそれを超えてきます。なのでヒカキン33歳、33年間生きてきて一番お金を使う月がこの2022年8月です。覚悟決めてます。というわけで本日の主役に登場してもらいましょう。お願いします。ギシ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 って。鍵ついてる。はい、自分で下ろしてません。僕初めて今見ます。これの中にこの夏僕が動画の企画をやるために準備した予算が入ってます。声開けんの。今まで僕高いもの動画で買う時とかって全部カードか振り込みで購入してきたんですよね。というのもまあ危ないしさ、スマートだしかっこいいじゃんと思ってね、それが大人じゃんとか思って やってたんですけど、まあ、正直じゃあね、1000万とか言ってもさ、買ってもうそのものは手に入るけど、後で残高見ると数字がスッて減ってるだけみたいな、デジタルの数字減ってるだけみたいな、そのもう本当に汗水垂らして稼いできたお金を使ってるって実感がなかったのと、なんかお金への感謝が薄れてしまうんじゃないかと思ってあえて準備しました。この中身数日で全部消し飛びます。重さをまず、せーの、これがお金の重み。やっぱこれ何キロあんの。これ体重計持ってこようかな。これ10キロぐらいあるかな、わかんないけど。いけ、これがお金の重みだ。うわ、17キロあんじゃんこれ、やばい。はあ、それじゃあパンドラの墓開けます。うえ、うわ、怖いよ。僕現金最大で見たことあるの多分数百万な気がするんだよね。いきます。それは次元が違うからな。いいよ、してきた。うわ怖い。待ち伏せとかされてねえよな。家にあっちゃいけないものな気がするから、いきます。いでよ、この夏のヒカキン TV スペシャル動画の企画費。3、2、1、ファイヤー。うわー、やっ、いやいやいや、今企画を中止すれば一生遊んで暮らせる。やっぱやめとこうとはなんないですよ。やっば、鳥肌が、あ、あんま映ってないようです。はい、鳥肌がすごいです。やっば、なんか見なきゃよかったっていう気分と見てよかったって気分がぶつかり合ってるんですけど、いや見てよかったね。うわ、俺こんな企画やろうとしてんのか。やべ、ちょっと出してみるね。なんだこの帯みたいの。あのね、下ろすときにピン札かピン札じゃないかっていうので、ピン札選んだら手数料に2万いくらかかったんですけど、あえてピン札にしました。なんだこれ、 UDM488001。 あ、これお札の番号みたいのがある。あのちっちゃく書いてあるじゃん、お札の番号って。なんか闇の組織みてえだよ。光です、光の組織です。そしてえ、これ、うわ、これ塊じゃん。ほら、これやばい、セット販売だ。やばすぎる。うわ、重って、これや、これ持って街歩いてたらもう終わりだわ。うわ、絶対
にお札を傷つけないように開けなきゃな、これ。うわー、まあでもこのまま銀行に戻してもう一回貯金してってことで死ぬわけじゃないんです。全部明日から全部消費されていくんで開けなきゃ意味ないんですよ。あー、気をつけろ。やばい開封動画やってるね、これ。いやー、10年前とか100円の お菓子とかはやってたんだけど、まさか俺こんなもの開封するなんて。怖い。いやでも今までのお金使う企画もこうやって見とけばよかったな。頑張んなきゃっていう気分にこれなるね。やべ、これを超える開封動画はちょっともう僕人生でないですね。うわー、今分解された。全映画の世界だよこれ。怖い。偽物にしか見えないよこれ。土下座したくなるねこれ。いや、はい、というわけでこのワーオ1億3000万円あるんですが、多分皆さんがあの、ね、気になるのはどんな動画撮るのっていうねことだと思うんですけど、今回ねこのお金をかけて撮る動画というのが、明かしたくないんだよなまだ。ワクワクドキドキしてほしいんで、いきなり来たいじゃん、ね、今行っちゃうとさ。ただ僕の夢を実現する企画に今回使います。ちなみにね、動画の最後でちょっとネタバレあるかも。で、動画1本にこの1億3000万円全部ではないんですけど、正直ねこれもあんまネタバレしたくないけど数本かな。本当だったらね1300万円の企画10本取れるんだけど、いやもう僕は一撃入魂で今年の夏は行こうかなと思って、少数精鋭で夏のもう一発目の企画で一番どでかい動画公開しようと思ってます、ちなみにね公開予定は8月7日です。もちろんその動画以外もあるのでお楽しみに。もうこれもうメイウェザーだったっけって感じだね。本当にメイウェザーのなんかあの SNS とか見せたらこんな感じだったけど、うわーこれ1個だけこれ解体しようかな。あっあっ、これって破けなそうだよな。この紙は破けるのか。破けない、これいい紙だ。ちょっとじゃあ安全にね。あ、取れちゃった。あの玉が取れた。触れね。すげえ。取れちゃった。頑張ろう。あと、なんでこんなにお金かけて動画撮るんですかっていう話なんですけど、僕去年チャンネル登録者数1000万人を超えて、でその翌年なんですよね今年で、一回こう頭の中整理して自分は何がしたいんだって思った時に、一回お金のこと忘れて本当に撮ってみたい夢の動画とか、自分の夢を叶えるってことをやりたいって思った時に、一回お金いくらかかるとかを考えずに本当にやりたいことをこれこれこれって出して全部具体的に準備してたら、かかる金額がこんくらいっていう計算になっちゃったんです。正直ね、お金をかけないで僕なんか夜散歩するあの1円もかかんない動画とかもあるんですけど、逆にやっぱり本当にお金をかけないとできないエンターテインメントとかってやっぱりあるんですよね。なのでそこはもう YouTube に命かけて、もうね下手したら自分が YouTube のキャリアを終える時残高ゼロになってるんじゃないかみたいなくらいでもいいので、ヒカキン TV にね残る動画に全てをかけたいと思って今回思い切ってみたっていう感じですね。なので夢を叶えるって意味ではヒカキンドリームマンスですね、この2022年8月は。で、あとは YouTuber の限界をぶち破りたいっていうかさ、まあ、数年前ではこう考えられなかったと思うんですよね。まあ、僕自身もこんな幸せなことないと思いますし、10年前の自分からは絶対想像できないことだと思うんで、まあ、そんな思いで YouTuber のね限界を本当に壊すような動画を1本目にまず持ってきてるんで、期待していてください。本当に自信あります。ぜひどんな動画なのかっていうのをあの予想したりコメントしていただけたら嬉しいです。
ちなみに今日この動画が8月1日に公開されてると思うんですけど、まあ明日が8月2日で、8月3日には予告編を公開しようと思ってます。あのね、ちゃんと予告編もあるんで、いやだからね、今まで、もうだいぶ前からもう準備してたので、やっと公開できるのが楽しみです。なのでまずは8月3日の予告編をお楽しみに。いやー、ぶっちゃけね、今日ね、この後すぐもうこれ支払いに行ったりしちゃうんで、もうなくなっちゃうんですよね。ありがとう、ありがとう。というわけで皆さん、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、そして SNS のフォローをよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン、バイ、さよなら、さよなら。登録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 登